加瀬俊一、加瀬俊一、加瀬俊一、1903年、明治36年1月12日から2004年、平成16年5月21日は、日本の外交官、外交評論家、第二次世界大戦前後に活躍し、国際連合加盟を初の国連大使や、外務省顧問、内閣総理大臣顧問などを歴任した。 外交評論家の加瀬秀明は息子であり、小野洋子は名。終戦時にポツダム宣言受諾の日本政府の決定を連合国側に通知したスイス駐在講師の加瀬、春一、1956年死去とは同姓同名の別人である。外務省内では入賞年度が早い1920年入賞彼と区別するため、昇加瀬とも称された。 1903年、明治36年に最年少代議士、弁護士、中央大学副学長であった父、キーツの逸夫として、千葉県に生まれ、東京の芝中学校に入学。その後、東京府立第一中学校、日比谷高校の前身に転校。東京商科大学、一橋大学の前身余科を修了し本科に進む。大学では、金子康蔵後に、 上智大学教授、賠償調査によを経て、東京国際大学設立と交流し、語学クラブで共に学んだ。東京商科大本科在学中に、高等試験外交科試験に合格。同期の試験合格者には、ソネマスや近藤博吉がいる。1925年、大正14年に、外務省に入省。1926年に、英語研修生として、 アメリカへ国費留学し、アメリカ東海岸の名門大学アマースト大学とハーバード大学大学院で学んだ。外務大臣秘書官、通商局参加庁、アメリカ局第1課長、政務局第6課長、大東亜大臣秘書官、政務局第5課長、情報局第3部長、同報道部長を歴任し、東郷平八郎海軍元帥の英語通訳を、 努めたた。こともあったバイマル共和制末期に在ドイツ日本大使館に勤務し、ヒンデンブルク大統領にも、越見、英語のみならず、ドイツ語も身につけ、この機会に、ベルリンの少理バイマル文化に触れて、文学、音楽の造形深め、芸術家と信仰を結んでいる。ワイマールの落日、三一社後書きまた、1933年、昭和8年の国際連盟脱退時には、 松岡洋介前件に随行したほか、1935年、昭和10年に、ロンドン海軍軍縮会議へ参加した。1938年、昭和13年から1940年、昭和15年までは在英国日本国大使館に当初記官として、在勤し、首相就任前のウィンストン・チャーチルや、ロイド・ジョージと親交を持った。また、 その後の松岡洋介外務大臣秘書官兼政務、第六課長、北米担当時代の1941年、昭和16年4月には、ソビエト連邦のモスクワで行われた、日ソ中立条約の締結時に随行し、ヨシフ・スターリンや、ビャチェスラフ・モロトフとの交渉にも劣席している。高い英語力を持ち、名文化としても知られた、百四十一年十二月の、 太平洋戦争の開戦は、東郷持永外務大臣の秘書官兼政務局六課、北米担当課長として、日米交渉を担当した後に迎えることになる。第二次世界大戦終結時の1945年、昭和20年9月2日に連合国軍の戦艦ミズーリ上で行われた幸福文書調印には、渋光葵外相、岡崎勝夫条約局長らと共に、 全県団に随行した。同年には、報道局報道部長等を経て、外務省を退職、外務省参与に就任した。退職後は、水ズ号への童貞などの著作を発表する一方、公職追放の後改新党総裁に就任した、重光の副審として行動していたが、重光が外相として第一次、鳩山内閣に入閣したことから、同じく、重光側近だった。 谷正幸、大田三郎と共に、外務省顧問に就任、茂光三馬ガラス、茂光後三夜などと当時のマスコミで称された。1955年、昭和30年4月に行われたバンドン会議、第1回アジアアフリカ会議では、中華人民共和国との接触に、消極的、警戒的な茂光の意を受け、日中接触に、 積極的な高崎達之助全権のお見つけ役として、谷、太大田と共に随行し、州恩来と高崎の二度目の会談を阻止している。1955年からは、国際連合代表部特命全権大使として、加盟に向けてのニューヨークでの現地接種を担当し、翌1956年、昭和31年の国連加盟によって、加盟後の初の国連大使となった。 その後は1958年、昭和33年から1960年、昭和35年まで発大中ユーゴスラビア、特命全権大使を務めた後、外務省を再度退職し、外務省顧問に就任する。佐藤栄作と中曽根康弘の両内閣で首相顧問を務め、また晩年の吉田茂にも親しく仕えた。 佐藤のノーベル平和賞受賞に向けて、鹿島建設の鹿島森之助と共に、積極的なロビー活動を行い、受賞決定後に、佐藤は、今回の受賞の陰に、加瀬君の努力のあることを忘れるわけにはいかぬと、自らの日記で述べている。外務省退職後は、鹿島出版会会長、京都外国語大学教授等を歴任し、外交評論家として、 数多くの著作を執筆した。名文家であり、松岡、東郷、茂光といった第二次世界大戦前後の歴代外務大臣の地偶得た、か瀬の証言は、大戦前後の日本外交を知る上で貴重なものとなった。NHK や英米政策の現代史ドキュメンタリーのインタビューにも、たびたび出演している。また、国民運動団体である日本を守る。 国民会議、現日本会議議長も務めた。2004年、平成16年に、神奈川県鎌倉市の自宅で死去。去年101。妻スマ子は、元日本工業銀行総裁の小野栄次郎の娘。外交評論家の加瀬秀明は、息子で、小野洋子の重邸。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。